日本長野県松本市丸の内丸の内は長野県松本市の国宝松本城周辺の町名である定番を持たない単独町名である住居表示実施済み郵便番号は390-0873松本城を中心に松本市役所などの観光庁の集まる地区として発展している現在計画建設中の内環乗船が丸の内を通る計画が あるが、実現すれば、道幅の拡張によって、松本城交差点付近の風景が様変わりし、城下町の景観が損なわれることが懸念される。市内に、丸の内病院、丸の内中学校、丸の内消防署があるが、かつてこの地区にあったことからその名前が残っている。二千五年松本城交差点前のジオダ生命ビルが、取り壊され、平屋建て店舗のファミリーマートが開店したが、 城下町の景観を損なわないように壁は倉に似せた作りになっている。松本市では、その他の地域でも、高層マンションの高さ規制が行われている。俗地名では、地蔵清水、小柳町、北馬場町、大名町などが該当する。2018年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。ありがとうございます。